こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強していきたいと思います。今日のテーマはこれですね。賢い人だけが知っている。自分の本当の年収と。こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。えー、今日の話題ですね、えー。僕自身、お金関係の新刊について、書籍ね、新しいものについては基本的にほとんど目を通すようにしてるんですね。で最近読んだのは、与沢ーツさんのね、新刊、お金の心理と。 えー、与沢氏はね、もともと情報商材系で稼いでいた人だし、まあ、今もいろんな意味で謎に包まれているって部分も少々多いんで、割と好き嫌いの分かれるタイプの方かなとは思うんですけど、まあいい面悪い面いろいろあるとは思うんですけど、今日はあくまでね、書籍の中で皆さんにも参考になる部分に絞ってお話をしていきたいかなと思いますんで、えー、今日はね、こんなテーマでやっていきたいかなと。で、今日ね、えー、読んだこの本の中にこんな記載があったんですね。年収1000万円の人でも、本当の年収は336万円ということでね。 えっと、どういうことみたいな。なんでそんなに少なくなっちゃうのって思いますよね。なんで、この動画では、えー、あなたの本当の年収と、それと年収ではなく、利益を伸ばすべき理由と。 この2つについて解説していきたいと思います。これを理解できているのとできていないのとでは、資産形成のスピードが圧倒的に変わりますので、できるだけ早く資産を作りたいという人は、ぜひね、えー、最後まで見ていただきたいと思います。で、解説ね、いきたいんですけど、えー、まず、あなたの本当の年収と。東洋経済ではよくこんなランキングを公開してるんですね。えー、よく見かけるランキングだと思うんですけど、平均年収全国トップ500社ランキングっていうね、もうみんな大好き、平均年収ランキングですね。えー、この手の記事はもうすぐに大量のアクセスが集まるし、 Twitter などの SNS ででも共有されるんですねあ三菱商事は1600万円か羨ましいなーとかテレビ朝日は1400万円かもう俺の3倍だよとかねソニーは年収1000万からメーカーなのにすごいなーとかまあなんだかんだねワイワイと盛り上がるわけですねこの年収税抜きか税込みか 皆さんね、どうですかわかりますよね。一般に年収っていうのは税込みなんですね。えー、ソニーの年収1000万円、上位5%程度ですね、年収1000万円を超える方っていうのは、えー、年収1000万円以上のエリートも、1000万円をまるまる自由に使えるわけではないんですね。過去にも何度も話してきましたけど、1000万円って聞くと、単純に12ヶ月で割って、月収83万円、すごいな、大名暮らしだとか、83万円もあったらもう何でもできるなんて考えてしまう人もいると思うんですけど、えー、そうはいかないと。 えー、年収1000万円の場合、健康保険料でざっくり40万円引かれて、厚生年金でざっくり90万円引かれて、雇用保険でざっくり10万円引かれるってことで、社会保険料だけで140万円まず引かれるわけですね。会社もね、これ以上に負担してますけど、さらに、えー、税金も取られると。所得税で60万、住民税で40万、税金だけでもうこれで100万円引かれちゃうと。結局、社会保険プラス税金で240万円ぐらい持っていかれると。ざっくりですけどね。えー、手残りは760万円程度に減少と。 社会保険プラス税金の240万円は泣いても笑っても,もうどんなに騒いでも決して自分の手元には残らないんですね。自分のお金ではもうないっていう理解が正しいと。えー、そう考えると実態としては税込み年収にはあんまり意味がなくって、年収1000万円ではなく、年収760万円で言う方が正解かもしれないですねで。しかし実はなんですけど、税引き後年収も本当の年収ではないと。760万円も本当の年収じゃないんだと。 なぜなら生きていくために必須の生活コストが除かれていないからと、えー、住居を持たない例えばですけど住居を持たない衣服をまとわない食事を取らないもしこんなことをしていたらね社会生活が送れないし仕事をすることができないと年収1000万円という売り上げを作るには絶対に最低限の生活コストを負担しなければいけないわけですね山奥に暮らしながらというのは難しいと、えー、仮にこのソニーの手取り年収760万円の人が家族3人暮らしだった場合住宅費で月15万円 費で月10万円水道・光熱費5万円保険料費5万円車関係5万円、えー、夫婦の小遣いで月5万円教育費で月5万円例えばですけどこれで月50万円年間600万円になるわけですね。ってなると手取り年収760万円引く生活費600万円を差し引くと160万円これがこの人の本当の年収ってことになるわけですね。 で与沢氏は本当の年収って表現してるんですけどつまりこれは企業でいう税引き後純利益のことですねスカウターに表示される戦闘力はねこっちですね戦闘力たったの5か ゴミ名みたいな <laughs> そんなやり方されないと思いますけど <laughs> 160万円があなたの実力っていうわけですねちなみに僕は以前婚活パーティーに参加した際に年収200万円のところにチェックを入れたことがあるんですけど完全にゴミ扱いされましたねこの辺の話はゆるぐだ雑談チャンネルっていう方でこの動画で話してますのでぜひまたね、えー、興味のある方は見ていただければと思うんですけど、えー、さて本題に戻ります比べてみてください売上1億円で赤字1000万円の企業売上3000万円で黒字1000万円の企業 どちらの企業の方が皆さん魅力的だと思いますか皆さんがもし銀行だったらどちらの企業にお金を貸しますか要はね、こういうことなんですよ。このね、えー、どっちにお金を貸したいか、も言うまでもないですね。事業の世界では売り上げばかり見ていても仕方がないと。追求すべきは利益なんだと。一人の人間だろうが、法人だろうがお金を追求するのなら、 ルールは同じ。最も重視すべきは年収、つまり売上げじゃなくて税引き後純利益だってことですね。この税引き後純利益を増やし続けることが資本主義社会を勝ち抜くために必要なことと。だからよく SNS とかで1000万円稼ぎましたって書いてあるんですけど、売上げを稼ぎましたって言ってることも多いんで注意なんですねこう。稼ぎましたっていうのは税引き後純利益のことなのか、それとも売上げのことなのかってもう全然話が違うわけですね。儲けましたとかっていうのも利益なのか、税引き後なのか、 売り上げなのか税引き前なのかでもこれもまた全然違うわけですね大事なのは税引き後利益というわけですね売上げだけだったらいくらでもね高めることができますからでこの動画を見つつ今すぐにこの4つを言える人は事業をやっていけるという素養が、ね、ありますね、えー、1つ目税込み年収とは売上げのことだと生活費とは事業運営の固定費のことだと社会保険プラス所得税住民税とは税金だと えー、貯金額とは何かっていうと、この税引き後純利益だってことですね。税引き後純利益はこの1-2-3で、えー、計算できるよと。もしこの4つが意味がパッとわからないっていう場合は、ざっくりでもね、パッとわからないっていう場合は、つまり自分のざっくりとした、えー、税込み年収しか気にしていないっていう場合は、まだまだちょっとマネーリテラシーが低い状態ですかね。もう税引き後って何みたいな。社会保険料ってどのぐらい引かれてるのとかね、えー。固定費って何みたいな。そういう状況だったら、ちょっとね、えー、まだまだマネーリテラシーが足りないと。 え年収ではなく利益を伸ばす理由をね話したいんですけど理由はズバリこれですね利益こそが投資の種銭になるからとえお値段お値段以上か <laughs> お値段以上で有名なねえニトリなんですけどえ33期連続で増収増益を果たしているとえ図で見るとこんな感じですね綺麗な右肩上がりなんでこうやって利益が伸び続けているかっていうとえ稼いだ利益を使ってひたすら事業投資し続けてるからなんですね 平成20年から平成24年の設備投資額は年平均200億円ほどと、えー、平成26年から平成31年の設備投資額は年の平均470億円ほどと利益が増えるのに伴って設備投資額もどんどん増えているとこうやって投資したお金が、えー、来年度以降ね次の年度以降の売り上げとか利益につながってお金がお金を生む無限サイクルを作り出しているってことですね ね、ディズニーランドとかも同じなんですよ。こっちの方がイメージしやすいかもしれないんですけど、過去5年間で約4000億円の純利益を稼いで、過去5年間で約4000億円の設備投資をしているっていうね、えー、こんな感じで、えー、書いてあるんですけど、大規模開発してるわけですね。美女と野獣のアトラクションとか、ベイマックスのアトラクションとか、ガンガン設備投資して開発中と。これがまたドル箱となって、来年以降の売り上げとか利益に変わっていくと。次の投資、今年儲かったお金で、来年以降の投資をどんどんしていくからこそ伸びていくわけですよね。 でいくら売り上げを伸ばしたところで、商品とか製品の原価を支払って、オフィス代、家賃支払って、人件費支払って、広告宣伝費を支払って、手元に利益が残らなければ事業拡大はできないと、ニトリとかディズニーランドはしっかりと手元に利益を残しながら、その利益を適切に投資していっていると、だからどこまでも成長していくわけですね。 え先ほどね、えー、話した通り、手元の利益こそが未来につながる投資の種銭と。日本のサラリーマンというのは年功序列、終身雇用の形態が多いんで、一生懸命手元に利益を残して、それを投資しなくっても年収は自然と伸びていってしまうと。この売り上げが、この売上が自然に伸びていってしまうという仕組み、これこそがいわ,いわ,ば,いわばぬるま湯の状況で。 これこそが多くのビジネスマンの経済感覚を弱らせてしまった原因だと思うんですね。本来残ったお金っていうのは翌年度以降のことに何か未来のことに投資していかないと伸びないんですよ。なんですけど、このサラリーマンは年功序列終身雇用の形態が多いんで、そういうことをしなくても年収が伸びていってしまうと。ね、だからこそ、この経済感覚が弱ってしまうってことですね。まあ、その仕組み自体が破綻右肩。経済自体が右肩上がりの場合だったらそれでもいいのかもしれないんですけど、今そういう時代じゃなくなってきてるんで、ね、このね、えー、根幹から ひっくり返ってきてますから。だからちょっとしんどくなってきているというわけなんですね、えー。頑張って手元に利益を残さなくっても、来月は給料が変わらず入ってくるし、来年は給料が上がるはずだ。そういう環境だったら生活費をコストカットして利益を残そうとか、利益の投資先を慎重に探して時に大胆にぶち込もうこういう発想がなくなっちゃうわけですね。そしていつまでたっても、与沢氏の表現する本当の年収が増えることはないと。未来のことに投資してないんで当然なんですよねで。もし、 経済的に豊かになりたいと思うのであれば今日から意識してほしいことは、えー、次の3つになってきます。これをね、えー、次話したいんですけど、今日からすべきことと、えー、順番にいきたいんですけど、1つ目、税込み年収にこだわる発想を捨てると。友人の誰々が年収1000万円で羨ましいとか、同期のあいつが先に出世して自分より年収が高くなったとか、そういう税込み年収にこだわる気持ちっていうのはすっぱり捨てましょうと。もし勝負に負けたくないと思っているのであれば、税込み年収にこだわるのはもう本当にね、不毛です。もち ないんですけど競争意識は時にね人生を豊かにするのも確かなんで、えー、いい競争だったらいいと思うんですけど勝負にこだわるにしても税込み年収にこだわるっていうのはちょっと本当に不毛だよと。 で2つ目ですね。利益を残すことに集中すると。こだわるべきは税込み年収じゃなくて、すべてのコストを差し引いた後の利益。この金額を去年よりもプラスにし続けるってことが最も重要なことなわけですね。ね生活費を最適化して、えー、税金、社会保険を最適化して、利益が残りやすい体質にしましょうと。えー、僕自身が過去何度も、えー、副業は社会保険がかからないか有利って言ってるのは、要は利益が残りやすいっていうことなんですね。 でこの図の方はね、1000万円に対する社会保険料はさっきの計算と少し違うんですけど、この辺は前提条件によって多少変わってくるんですけど、いずれにせよ副業は社会保険料がかからないんで、有利なんだよっていうことは同じですね。で、3つ目、投資先を探し続けると、金融庁の調査によると、ほとんどの家庭では年間50万円も貯金できてないそうです。で、こういう状況では、来年の売上とか、利益増につながる投資先を見つける、こういう姿勢が身につかないのも当然なんですよね。 で皆さんにね、えー、一つ質問をします。今、100万円あったとして、来年の自分の家計の売り上げ・利益増につながる有望な投資先を5つ答えてください。どうでしょう皆さん、すぐ答えられますかね、この辺。 もし、これに応えられないとしたら、日本のサラリーマン感覚に疲れすぎているということになってくるかなと思います。一方でね、えー、僕の周りで毎年のように売り上げとか利益を伸ばし続けているっていう人は常に投資先に植えてるんですね。株式市場に投資すべきか、自己投資して付加価値を高めるのか、それともビジネスを起こすべきか、これらをね、ずっとどの投資先が一番いいかなって考え続けているような状況と、これはお金があるない関係なく、お金がない時からでもそうしてきた人たちだから、えー、こうあの結果としてね、お金持ちになって わけですね、で来年の売り上げ利益は自分の投資によって増やしていくべきものと投資する種線もない有望な投資先も考えられないこれでは未来の売り上げとか利益を伸ばせるはずがないんですねだからニトリとかディズニーランドみたいにね利益を残してそれぞれねそれをガンガン再投資していきましょうと規模が大きくても小さくても関係ないとやることは一緒ですから4,000億円だろうが50万円だろうがやることは一緒ですからね でまとめにいきたいと事業経営の感覚を鍛えて本当の年収を伸ばそうと経済力を測る指標として税込み年収っていうのが一般的なんですけど税込み年収は会社でいう売り上げのようなものといくら売り上げがあっても利益が残らなければ無意味なぜなら利益が残らなければいつまでたってもゆと,ゆとりを感じられないし未来につながる投資ができないからですね 税込み年収、仮に1000万円あったとしても、社会保険、税金で240万円引かれたら、手取り年収は760万円と、そこから月50万円、仮に年間600万円を生活費に使ったら、利益は160万円にまで減少する。これが皆さんの本当の実力と、スカウターに表示される戦闘力ってわけですね。で、この戦闘力を伸ばすために、税込み年収にこだわるのはやめましょうと、すべてのコストを差し引いた後との利益にこだわりましょう。投資先を探し続けましょうと。 この残った160万円を貯金として死に金にするのか、未来の売り上げ利益につながる投資にするのか、そこで資本主義社会を生き抜くセンスが問われるわけですね。これは1000万円の人じゃなくて、えー、年収300万円の人でも400万円の人でも、残った20万円、30万円をどうしていくか、まずはこの20万、30万を残すんだと。えー、その後その残ったお金をどこに投資していくのかって、ここがね、大事なのは一緒なんですね。 最初は失敗もあるかもしれないんですけどやっていればだんだんとレベルアップしていきますからちなみに僕が考えるサラリーマンの一番の投資先はどこかっていうと。 企業一択ですね。まあ自己投資とも言いますけどね。企業をするために自分のスキルを上げていく。年収を上げるために自分のスキルを上げていく。自己投資になるわけですから。いわゆるもう企業になってきますね。まあ転職という術もあるんですけど、基本的にはサラリーマンにおいてはまあ企業っていうふうになってきますね。企業に必要なスキルであったり、スモール企業をするための資金とかも、こういったことにお金を使っていく。リスクが少なく何百何千倍になるっていう可能性がありますから、やっぱりね、ここが僕は一番の投資先。まあ自分自身ということになりますけど、ここが一番の投資先かなと思います。 日本のサラリーマンは規律とか勤勉さっていう点では最強なんですね。え他の国とかから見てもやっぱり日本人って勤勉ですよ。 でここに少しでも経営者の視点っていうのが入ってくると非常に、ねえー、手堅い盤石な家計ができると思うんですねこういう事業経営の感覚っていうのは簿記の知識が土台になって鍛えられていくと、えー、実際行動しないとですけどやっぱりねこの簿記の知識というものがあることによって理解が早くなりますから損益計算書とか貸借対象表とかこういったものが分からずにビジネスをするのは難しいと、まあ、できたとしても後々困ることになりますから、えー、結局ねこの辺は通る道なんで覚えておいた方がいいかなと思います で数字に強い一部の日系企業とかもともと数字にうるさい外資の、ね、管理職とかで MBA 等で会計とかファイナンスを学んでないっていう人はいないんですね。 この簿記が分かると、財務諸行が広めるようになったりとか、投資に役立つし、経営にも役立つし、経済ニュースへの理解が深まるし副、えー、副業の帳簿付けにも役立つし、確定申告にも役立つといった感じでメリットしかないということでね、非常にね、この簿記の資格に関してはお勧めしてますで。リベ大でずっとお勧めしてきているクレアールのような有料のオンラインスクールを使えば、たった数千円のコストでバッチリ学べるわけですから、だから簿記の学習っていうのは最もコスパのいい自己投資の一つと、本当の年少を伸ばすためにもぜひ学んでみてほしいと思います。このクレア あるね無料教材ありますから、合う合わない、ぜひね、一度試してみてほしいと思います。無料教材の請求リンク、概要欄貼っておきますんで、え本屋に並んでいる市販の簿記教材よりおすすめだと思いますんで、ぜひね、一度、えー、見てみてほしいかなと思います、えー。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。テレビ台、よるコミュニティやってますんで、お金にまつわる5つの力を育てる場ですね。 あと、リベダイ書籍出ました。えー、これもね、えー、非常にコスパのいい投資先の一つになると思いますんで、えー、ぜひ手に取ってみていただければと思います。えー、今日が人生で一番若い日です。自分の本当の年収に向き合うっていうのは、なかなか気持ち的にもしんどいことですよね。でも、そのぬるま湯から出て、コストを見直して利益の再投資っていうのをしていくことで、確実に周りと差をつけることができますから、ちょっとの行動でね、周りと差をつけることができるんで、えー、ぜひ行動してほしいと思います。スカウターに表示される戦闘力っていうのをね、えー、上げていきましょう。えー、今日もまた一歩、自由で豊かな人生にするためにね、 行動していきましょうというところで終わりたいかなと思います今日もありがとうございました